猟奇的な彼女は、キム星区のネット小説、及び、それを原作とした2001年公開の韓国映画、猟奇的な彼女とそれに翻弄される、男子学生の恋愛を描いた、ロマンティックコメディ。韓国で1999年8月から、パソコン通信、ナウヌリに連載されたネット小説である。 強引な彼女に振り回される男を主人公にしたこの話が若い世代の反響を呼び、当初3編で終了連載する予定だったが2000年3月まで、続き2000年1月に出版された本も10万部を超えるベストセラーとなったため、映画化されることとなった。作中で主人公が感動したと語っている、夕立は少年と少女の悲しい出会いと別れを描いた作品で、 韓国を代表する作家基準元が1953年に発表した。この作品は国語の教科書にも載っている大変有名なものであるため、夕立のパロディ部分は韓国人にとっては特に笑える部分であるという。兵役が終わって復学した去年は南パ大学生。ひょんなことから出会った彼女は最強だった。老人に席を譲らなければとつき。 援助交際らしきカップルに文句をつける。口癖はぶっ殺されたいキョヌは彼女に振り回され、暴力を振るわれ、体はいつも傷だらけ。しかし実は彼女には裏事情があり、元彼氏との悲しい別れが原因で性格が DV 体質になっていた。根は本当は優しい良い子であるのがわかり、キョヌはそれを受け止め、奮闘する。 韓国では1999年8月にパソコン通信で猟奇的な彼女の連載が始まって以降、よぷきという言葉が流行し、それまできっかいな、異様なというような意味であったものが、可愛らしい、いたずらじみた、サッシーといった意味に取られるようになった。もともと著者は猟奇的な意味を知らずに語感のみでタイトルに採用したという。さらに、 2000年8月に連載が始まったフラッシュアニメ了気ウサギや同年末にデビューした了気歌手サイなど様々なジャンルに広がっていったその結果 MBC テレビの21世紀委員会が6000人あまりのネット利用者を対象に行ったアンケートで2000年最高の流行後に選ばれ韓国のポータルサイトのシムマニム2000年の検索キーワードで最も多かったのが 両期であるとした。原作の人気にもかかわらず、低予算で制作が行われたため、様々な部分で予算節約を行った結果エキストラに、監督のクワクジェイオンはじめ、助監督や美術監督などのスタッフも参加することとなった。また、ユーダジや、女ターミネーターなどの劇中劇の部分も、制作会社側はカットすることを望んでいたが、監督の尽力により撮影されることとなった。 吹き替え、編集ワールドカップ競技場駅、化粧室の壁面。映画は韓国で2001年に公開されて、以降6週間連続1位を記録し、その年度の興行収入は2位、動員数は500万人で歴代4位を記録した。2002年の第13回、夕張国際ファンタスティック映画祭で、大林信彦の妻で、プロデューサーの大林京子が本作を見つけ、 この年の審査員だった大林信彦がみんなに見せてグランプリを受賞した。日本で売れ先も決まっていなかったが、アミューズピクチャーズでの配給が決まり、2003年1月に映画が公開された。劇場館数が少なかったせいもあり、映画のヒットこそならなかったものの、公開終了後も口コミ、雑誌などで評判が広がり続け、 DVD ビデオレンタルでは2004年末頃までランキング上位に粘り強く残った。ここに掲載した関連書籍はいずれも日本語である。続編編集2016年に続編の韓国中国合作映画もっと猟奇的な彼女が制作された。チョグンシク監督ジャテヒョンビクトリア主演リメイク編集日本版編集詳細は 猟奇的な彼女を参照アメリカ版、編集原作の巨沼にあたる、主人公をジェシー・ブラッド・フォードが、彼女にあたるヒロインをエリシャ・カスバートがそれぞれ演じ、監督はヤン・サミュエル、脚本はビクター・レビン。リメイク版でもオリジナル版と同様に気の強い、猟奇的な彼女に振り回される姿をコミカルに描いた、ものである。猟奇的な彼女 e n イも参照インド版。 編集中国版、編集日本未公開。主要登場人物、編集馬後県園、エディポンドー、小夏園超申し小園、あんな競馬エケツ園、超春安史定赤月、千円昭霊の佐昭天園、関立、陳吉美園、評美目県張り、イサム園、長余、韓国版、編集部隊を、李氏朝鮮の時代に変えている。主要登場人物、編集、 キョヌエンチューンヒエミョン、キエンオヨンソカンジュンヨンエンイジョンシン、ジョンダヨンエン、キムユネその他の登場人物、編集バクチャンフィエングワクフィソンイチュンプニエン、シムヒョンタクキョニエン、チョンダビンソンチャンミン、チョンウンインケン的なツテンに関するカテゴリーありがとうございます。